はい、こんにちは。こちらですね、ちょっと R18 と言いますかですね、ちょっと、アダルトな、話もちょっとしてますので、ちょっと苦手な方はですね、動画を閉じていただきたいと思います。で、本日お話しするのはですね、アダルトイラスト CG 集とかいうようなですね、こうちょっとセクシー系の分野ですね、こう、イラストのですね、同人のお話をしたいと思います。で、今ですね、この、セクシー系のですね、こう、イラストをですね、こう、CG 集にしてですね、こう、売るっていうですね、まあ、そういう方がですね、こう、増えているかなと思うんですよ。で、まあ、そういうですね、YouTube のチャンネルをですね、こう、開設されてらっしゃる方もですね、こう、ちらほら出始めております。で、今、結構こう、簡単にと言いますかですね、昔よりも簡単にこう、個人がですね、そうしたものをこう、販売して収益が出ることが、出せることができるんですよ。だから、まあ、特にこういうような状況でですね、こう、自宅に待機しなきゃいけないとかですね。それで、まあ、お給料もあまりこう、入ってこない状況で、まあ、自分でこう、時間を使わないといけないっていうのは、まあ、そんなような状況がある中でですね。まあ、そういうものをですね、こう、コンテンツを一つ作って、まあ、好きな方ですね。そういうものが、上げていくっていうのも、こう、一つかなというふうに思いますね。で、今、割と簡単にですね、イラストも描いてあげたりすることもできるんですよ。iPad とかですね。あるいはもう、iPhone 一つなんかでもですね、iPhone、Android 一つなんかでもですね、こう、イラストを描いてですね、アップロードしていくようなことができます。で、まあ、通常その CG 集っていうとですね、こう何枚とか、何十枚とか、100枚とか、まあ、数が多かったりしますけれども、まあ、多く販売しますけれどもですね。その時に、ZIP ファイルといってですね、イラストたくさん何十枚とか、100枚とか、百数十枚とかのですね、イラストをですね、こう一つのフォルダにまとめて、アップロードするんですけれども、ファンザさんとか DL サイトさんとかありますけれども、そうしたサイトでですね、作品登録するときに、フォルダーに一つのフォルダーにですね、イラストをですね、イラストファイルをこうまとめていく必要があるんですけれども、そんな作業もですね、そういう作業もですね、パソコンがなくても、iPhone、Android、iPad とかがあればですね、そういうアプリが今あるんですよ。ZIP ファイルにまとめるアプリみたいな。それで、ファイルを、自分の描いたイラストのファイルを、フォルダーに集めて、そのフォルダーをアップロードすれば、それでこう作品登録ができるっていう。そういう形でですね、簡単に販売することができます。で、まあ、今一つだと言いますかですね、ちょっとこう応用編になるかなと思うんですけれども、今、アニメーションのですね、アプリとかですね。あるいは、動画のアプリとかですね。そういうのもですね、こう発達してまして、簡単に動画も作れて、で、アニメーションみたいなものも作れると思うんですよね。こう個人でも、こう、まあ、いわゆるこう、絵を合わせていく。複数描いて、簡単なアニメーションみたいなもの、そういうものも作れるかなというふうに思うんですよ。で、そうした動画もですね、アップロードして販売するっていうこともできます。でこう好きな方はですね、好きな方とか興味がある方はですね、こう、チャレンジしてみてもいいのかなという気がします。で、ま、そういうちょっとこう、アダルト系のイラストの、販売とか、コンテンツの販売っていうとですね、ま、ちょっと男性向けってイメージも強い方もいらっしゃるかなと思うんですけれども、今こう、結構女性向けのですね、コンテンツも充実してます。まあ、男性女性っていうようにこう、くっきり、まあ、分けられない部分もあるんですけれども、実世界では。まあ、一般的にこう、男性が好きな、女性とかですね、こう、女性が好きな男性とか、いらっしゃいますけれども、まあ、女性が乙女系とかですね、BL 系って言って、男の子同士のですね、こう、絡みを見せるようなですね、こう、作品だったりとか、そういったものがですね、好きな女性もいらっしゃいまして、そういう、コンテンツ作品もですね、たくさんこう販売されていらっしゃいます。そういったものをですね、もし好きな方はですね、作って販売個人でしてみるというのもですね、こう一つの方法かなというふうに思います。で、
今一つはですね、例えばこうイラストを描くのが苦手っていう方もいらっしゃると思うんですよ。例えばですけれども。でもなんか私はよくそういう作品を見てて、で、なんかこういろんなアイディアはあるみたいな、こうストーリーとかですね、こう、セリフとかは考えるのは好きみたいな方がいらっしゃると思うんですよ。で、そういう方は例えばですね、イラストが得意な人に、イラストを描いてもらうみたいな。で、描いてもらったら、1枚何円とかでですね、その描いていただいた方に報酬を支払うみたいな。支払って、で、作品にして販売するみたいな。買い取ってですよ。そのイラストが得意な方。例えばこう、セリフとかストーリーを考えるのが苦手な方で、でも、なんだろう。そういうイラストを描くのは好きみたいな、方がこう、周りにいれば、そういう方にですね、こう、イラスト描いていただいて、その、描いてもらった絵を買い取って、で、まあ、セリフとかストーリーをですね、こう、自分の方で入れて、作品として販売するみたいな、そういうようなこうやり方も考えられるのかなという気がします。だからこう、まあ、何人かで作られている、いらっしゃる方もいるのかなと思いますね。何人かで作られる。まあ、よくサークル名っていうふうに言うんですけれども、その、販売している、まあ、個人であっても、まあ、何人かであっても、まあ、サークル名といいますかですね、著作者みたいな、販売元のですね、こう名前があるんですけども。その中でですね、何人かでこう作るっていうやり方もあるのかなと思います。あるいは自分の苦手なものは人にお願いして作ってもらうみたいな。自分はこう絵が描けるんだけれども、ストーリーとかセリフが、考えるのが苦手だから、人にですね、セリフとか、ストーリーをですね、こう入れてもらって、その部分だけこう、その入れてもらった方に報酬を支払うとかですね。まあそういう考え方もあるのかなと思います。それでこう一つの作品にして、アップロードしていくみたいな。まあそういう作り方もあるのかなと思いますね。で、なんか結構ですね、私、ヤフオクでもですね、こうイラストをですね、こう出品してたんですけれども、なんかこう、売り上げがですね、ちょっと、3月はこう、ちょくちょく売れてたんですけど、4月はですね、こう、売れてないんですよね、全然。多分ですね、おそらくなんですけれども、まあ、そんな、その画力が私も高くないっていうのもあるんですけれども、ちょっとこう、郵便物とかですね、で、まあ、人とのこう、接触があったりとか、する場合もあるんで、まあ、なるべく、まあ、そういうものを避けようとして、まあ、買われないっていう方も多いのかなという気もしてます。若干ですけれども。もしかしたら違うかもしれないですけども。今の情勢において。まあ、そんな時にですね、こう、デジタルの、媒体であれば、まあ、自分でですね、その iPad とかでですね、こう、絵を描いて、で、それをですね、こう作品としてアップロードするなんてこともできますし。で、私も最近 iPad 買ったんですけれども、それも中古で9900円なんですけど、だったんですけれども、十分、それで、まあ、使えてますね。そういうものでも簡単に作れるって感じになりますね。昔だったら本一冊販売するのに、100万とか、何百万かとかかかったかもしれないんですけれども、こういう、ちっちゃい機材一つでですね、作品が発表できてしまう、販売できてしまうっていう形になるので、非常に、まあ、便利な、時代になってきてるかなというふうには思います。ということで、まあ、ちょっと話を戻しますと、その、まあ、ちょっと、デジタルですのでですね、その、制作のですね、やり取りとかですね、あるいはこう、アップロードとか、制作とかも、人、とですね、こう接しなくてもこう、まあ、自分の自宅とかでもできますのでですね、まあ、そういうの好きな方はですね、始めてみてもいいのかなという気はいたしました。はい、ということでですね、今回ですね、イラスト CG 集についてですね、お話しさせていただきました。こちらの動画は以上です。失礼します。